とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー更新来ました。30回ですね。長いです。行きましょう。1階からこんな感じ。エンチャントは、火属性じゃん。雪玉もまあ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 。いけるんじゃないですか、こんな感じだったらば。オッケー。で、ちょっと待って。やめろ。ちょっと待って、下にもいるやろ。これさ。嫌なやつ。てい。あ、ミスった。危ね。オッケー。はいはいはい。まあ、エンチャンターいるけど、特に問題は、なしっすね。ゴーレム。いや、星寄るかな。火属性と蜂が入ってですね。いい感じじゃん。で、ここ。クリーパーがいっぱい出てくるのであれば、ゴーレムもいいけどね。どうでしょう。いやいや。これ星寄る当たりだわ。めちゃくちゃ強い。じゃあでこっちにもいると。はいはいはい。オッケーオッケー。お、終わり。はいはいはい。2回終了。まあまだいけます。まあバジネストなのね。オッケー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 。あ、これ星寄りを取ってよかった。ゴーレムだったらばちょっとこうきつかったわ。オッケー。当たり当たり。よし。オッケー。こういうところはね、この範囲攻撃がものすげえ使える。じゃあオッケー。いいんじゃない。よし。オッケー。いいね。おお、クリーパー出てきた。でも8軍団がいるから問題なし。お、いいんじゃない。いいんじゃない。オッケー。おっね。リーフリー、おい、ちょっと待って。やたらだ、あぶねえ。危ねえ。危ねえ。下からクリーパー来た。よしよしよし。危なっ。オッケー。まあいいですよ、いきましょう。ちょっと待って、毒ダメージ意外と効くぞ。攻撃力が意外と序盤から高め。よし。終わり。まあ余裕かな、まだね。これはいらないな。エンチャントちょっと入れよっか。いや、まあ待て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 。ちょっとステイだ。火属性をパワーアップさせてもいいけども、まあ、そこまで変わらないしいいとしましょう。 OKOK。 いいんじゃない。まだ出るよね。よし。出ないかな。 OK ね。あと、いた。さあ4回問題なし。傭兵変えようか。傭兵変えちゃいましょう。で、そうそう、雪玉ね、雪玉2あればだいぶ違うはず。お、危ねえ。あ、ちょっと待って、クリーパー部屋かもしれん。注意していこう。危な、おお、クリーパー結構出るよ、ここ。よし、終わりかい。クリーパーもそんな多くなかったね。そんな出ない。あ、で、商人ってことは、ボス？カバン持ってく？もしもボスだったら嫌だし。ボスだなら、そうね、火力を上げたがいいよね。火力だろうな。89。まあ。何が出るかな。伸び出そうね。なんか伸びがきそうな気がする。何来る？2体。おーっと。よし。オッケー。あぶね。ちょっと待てって。待って。オッケー。あ、このセット珍しいな。でもオッケー。よかった。最初出る場所がよかったね。プレステ版は右から叩くのが正解ですね。これもパワーシェイカーでしょ。で、カバンはちょっとギャンブル性があるんで、あれだね、氷の杖を持っていった方が確実かもしれない。氷の杖を当てて攻撃を 2,3 発入れれば倒せるんじゃないかな。ちょっとカバンはよろしくなかったね。しゃ、オッケー。いいね、矢が結構出る。でも使える弓はそんなにない。簡単じゃない？序盤簡単ね。今シーズン序盤結構簡単。終盤難しいタイプかもしれない。おー。いや、スノーアーマーもいいし、バーストクロス、どっちにしようか。まだいいか。火力の方から取っていきます。砲弾とボーナスショット11ですね。危ねえ。いいね、いい感じ。これはちょっと火力から取っててよかったかも。攻略が断然早い。オッケー。まだね、耐久力そこそこあるし、なんとかなる。おーい、めちゃくちゃいいな。エンチャントむちゃくちゃいい。でも俺はやっぱ耐久力高いやつの方が好きなので、こっちでいきます。火力もこっちの方が高いしね。火力ゴリ押しでやっていきます。でもさっきのエンチャント完璧だったな。よし、オッケー。固まるね。多分まだ出るし、もう出ない。いいか、いけ。じゃあ、オッケー。お、いいね。なんか強いやついないね。特に強い敵がいない。簡単。全然序盤簡単です。これ中盤もそう大したことないんじゃない？これならもうちょっと短くしてほしい。多少難しくていいからさ。はーい、そのまま防具を、そうね、15回ぐらいまでには新しいのに変え、お、え、あいつなんで最初から HP 減ってたの？高いところから落ちた。おい、いかんな。カバンの雷の抽選率が低すぎる。弱っ終わり？全然問題ない。ちょっと待って。雷の杖にします。うん、マジンネストはタンクとして使えるからね。あれは置いとこう。オッケー。おい。ちょ、待って待って。なるほど。この辺からちょっと難しいか。危ない。いや、そうでもないか。うん。急な敵でちょっと驚いただけで。来んなって。バカ野郎。ミスったミスった。危ねえ。いけ。よし。いけたね、いけたね。危なかった、危なかった。12巻ちょっと驚くびっくりする。あ、エンチャンターの書あるから。あ、でも弱いよね。確か1回だったよね、ゴーレムがいたのが。なんで使えねえな。いやー、いや、いいと思う。変えようかな。攻撃速度は上がるし、スパイダーアーマーにすればいいんでね。で、エンチャントも、雪玉棒ごと、なかなか、マッチしてるんで、これでいきましょう。うん。やっぱ星より攻撃速度遅いんで、こういう防具との相性がいい。はい。OK。スパイダーアーマーしたいね、今回。オッケー。いいと思う。そんなにいないの？いや、敵全然少ない。オッケー。蜂を出すまでもない。終わり？ちょっと待って、この武器すごいぞ。いや、でもキノコ出ないとはダメだしな。いや、これすごい。痛みと虚無とダイナモ、すっげえな。でも愛のメダルも欲しいの。これも欲しい。まあ、無難に行くとしたらこれだよね。かな？これでいけ？いけ？失敗したかもしれんけど、まあいいや。いける。いやー、でもね、アーティファクトで本当にね、キノコ出るんだったら、今の怒りは最高だったね。通常でも全然使っていけそうな怒りがあったな。OK。よし。終わりかな。はいはい。どうだろうね。さっきの愛のメダルもね、いいと思ったんだけどな。うわ、サイスもこれ、あれ、釣り竿でめちゃ使えるね。うん、まあ、そのまま行きましょう。いやー、今回装備、意外といい。うん、装備に恵まれてるやつですね。で、次のボスが何かだよね。雷の杖がしっかり使えるタイプだったらいいけど。で、めんどくさいやつはやめてほしい。うん、もう邪悪なレースとかいらんからね。邪悪なレースはもういらんな。やめてほしい。えい、終わり？うん、いや全然難しくないよ。全然難しくない。あ、でここでゴーレムが来るか。なるほどね。ならエンチャンターの書っていうのもありですね。ハープン変えようかな。でボーナスと、まあ、非属性ぐらいでいいか。で次商人、次商人か。矢は今回たくさん出てるからね、使い放題。 OK、 いいね。ハープーンね、結構いいよね。タワーでは通常はそんな使わないけど、タワーではね結構いい。このノックバックが本当にね決まって気持ちいい。いいね。おお、ワンパンでいけるじゃん。落ちるし結構めちゃいいよ。ちょっと待って、もう耐久力ない。耐久力がもうないです。ちょっと防具なんとかしたいね。おっと、ちょっと待って。まあドラは間違いないんだけども、もうこれでいいか。うん、攻撃的にいきましょう。どっち？おっしょ、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 オッケー。スパイダーいいんじゃない？これで。で、ちょっと火力を増しとかないとダメージが入る。いやー、待てー。これ雷の杖いらなかったか。いや、まあまあまあいいや、ここで使おう。誰来る？ちょっと待って。 OK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 、 お前はいいんだ。よし、終わり。なるほど、下からね、伸びからね。 OK、 おお、サンゴブレード使わんけどいきます。でもう19回か。もういつの間にかもう終盤に差し掛かってますね。 OK、 あっぶね。ちょっと待って、クリーパー多いぞ。クリーパー多い。よし、オーケーオーケー。クリーパーが結構来る。危ない。ふぅ、危ねえ、やられるとこやった。パワーシェーカーつけてけ。よし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 。スパイダーだ、スパイダー。やっぱりスパイダーがめっちゃいい。でしかも雪玉ってね、なかなか素晴らしいのが入ってていいでしょう。 OK、 終わり。ちょっとクリーパー多いけどね、いけますね。いらんかな。はい、でキノコは出ないね。キノコは出ないんで、いやーでもこのスパイダーアーマーあれば使っていけるかな。怒りでもそんなに強いボスじゃなかったら、おい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 、ちょっと固まらないでねえ。よっしゃ、危ない危ない。 OK、 よし終わり。なんか終盤になるにつれてちょっと難しくなるかな、若干ね。いらんね。いや、ソーブレードいいけどな。いや、いいです。うんで、雷の杖ももう微妙だな。雷の杖今回取らなくてもいいかもしれない。一応あと1回商人は残ってるけどパワーじゃないんだよね。パワーじゃないから雷の杖は上げれない。なら必要ないか。バカー、危ねえ、食らったと思った。倒した、倒したの、あ、倒したんだ、いつの間にか。危ない危ない。よし、お、落とせる落とせる落とせる。終わりかな。よし、はいはい。まあスパイダーが優秀だからね、全然ダメージは受けません。アップドラフト変えよう。いやー、せっかくだから壊れたビーコンもいいけどな。まあまあ間違いないでしょう。はいはいはい。弓打ってるだけでいけるかなと思いきや全然無理だもう火力がない。弓もちょっと変えないとね。よしよししょい。 OK、 もうえい、終わり。いや、まだいる。はい、まあ他の防具と、防具じゃない、弓が欲しい、武器も欲しい。変えようかな、変えようかな。いやでも弱いな、もうちょっと粘ろうか。23回ね。でもこれでずっとはいけないから、2発でまだ倒せるね。2発でまだ、ああそうね、鋭利と追い打ちを強めに入れれば、まあまだいけるよ、まだいける。 OK、 ダメージ 10% 上がればまあまあそれなりにいけるでしょう。おーい、よし OK、結構出るな、結構まだ出るね。よし、待って、エンチャンターいる。 OK、 エンチャンター鬱陶しい。終わりかい短い。いやでもこれぐらいでいいんだよ、これぐらいでいいんだよ。いいね、スケールいいね、スケールいいわ。変えよっかな、火力上がるしね。変えよう、クールダウンもあるし、まあ他はまあ別にあれだけど、耐久火力上がるんでこっちでいきましょう。パワースケール優秀よね。はい、そうね。近接が 30% 上がれば、まあまだ武器はこれでいけるか。 OK、 いけますいけます。ちょっとソウルが無駄になっちゃってるね。でも使うこともないか。最後の最後に何かいいのが来てくれれば買えるけど、多分来ることもないでしょう。おい、大したことない。あー、キノコがあるならば怒りありだね。怒りありだわ。パワーシェイカー変えようかな、もう火力ないし。うん、はい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 。あ、キノコありね。よし、いいね、いいんじゃない。あ、やっぱキノコあると全然違うね全然違うわ。 OK、 おいおいおい、敵多い、敵多いぞ。結構多い、ここは。でももう終わりか。ああああ、いいねいいね。もう少しでおしまいです。武器変えたい、武器を。でも違う、うーん、コグにしようかな。ね、コグにしよう。はあ、いや、うん、違う、ハーベスターじゃない。とりあえず店舗と追い打ち、重力はいいか。あぶねえあぶねえ。オッケー、ちょっと待って、嫌なやつおるな。どこだ、ここか。よし、いいんじゃないですか。オッケー、はい。おお、一発じゃいけないんだ、ドラ入れても。さすがの火力、火力じゃない、耐久力。ああああああ、これは武器、これ武器。 OK、 もうこれはクリア確定でしょう。雷の、衝撃波入れよっかな。3だね。あと入れるやつありません。なんか来るっしょ。出ない出ない出ない。お、初期位置に敵出ないってなかなか多いな。むちゃくちゃいるじゃん。むちゃくちゃびっくりした。初期位置には全然いなかったけども、こっち側そんなにいるんかい。はい、めちゃくちゃいるじゃん。いや、よし、 OK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 。 ちょっと待って、すごいな。 OK、 ちょっと待って、あのゴーレム鬱陶しいぞ。待って待って待って、おい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 、固まりまくり。すっごいいいところで固まるじゃん。いいかな。ああ、行きましょう。で、ここクリアして商人と。 OK、 ここは大したことないでしょ。あっぶねえ、あっぶねえ、危ない危ない。クリーパーめちゃくちゃ出るじゃん。よし、危ねえ。おお、さ、最終ステージなかなかやね。最終ステージはなかなかです。このエンチャンターがうっといね。はい、うん、あああああああ、まあまあクリーパー注意すればなんとかなります。おーっと、このカストラスすげえ。これすごい。釣り竿とめちゃくちゃ合うよこれ。もうこのカトラスだったら多分どんなボスでも一瞬で倒すね。まあまあ武器あげよっか。うん、武器をあげていきましょう。はいはいはい。多分耐久力とか上げる必要なさそうだし。なんだボスは。何来る？別に入れるやつねえな。なんだろうね。2体 ?1 体か。ああいや、釣り竿なしでも全然一瞬で終わるわ。釣り竿だったらもう数秒と持たないね。はい、ではクリアです。あー、特に難しいステージはなかったかな。一番最後がちょっと難しいってぐらいで、そのぐらいでしたね。バブルバースター、ちょっと、おー、楽しみです。あー、いやー、なんか爆発とかついてそう。今日も1か。あー、よくありません。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。